はいいよ。嫌だなぁ、これは嫌だな。写真撮るだけにダメに来る。サケが上がってくんだか、ここって分からない。サケの絵だもんね。水だけ出るけど、つまんねえよ。あ、でも昔遊覧船とかあったけど、今は捨てないと思う。なんかすげえ錆びれてて、なんか手前にトイレがあるぐらいのもんだな。ワイプいねえね。全然違うねえね。神かしいで本当によ。
のバチ言ったらいいよ。ああなるほど。たまもこれ開いてんのかな、見てやろうか。後ろは後ろだよ。そのもうちょい後ろ、もうちょい後ろ、もうちょい後ろ。ああ真ん中あった。あ、ない。その上あった。そこそこだ、そこだ。開いた。やってってや。こっち優先じゃねえかね。あー、もしがね、もしがって、左左左でも真っ直ぐ行く。あ、そうなんだ。めっちゃ混んでるからね。ここかな、ここっぽいぞ。うん、ここ左だ。そんな感じだね。そうそうそう、そうだね。ここじゃねえか。混んでもいねえねえかね。ねえ。こっち止めるよ。あ、いい匂いだ。いい匂いですね。でも混んでるのかな。あっちの車もあるね。まあいいよ、待ってね。
ここ空いてるよ。うん。3台止めましょう。正月しか来たことねえぐらいだとわからねえよね。あの万歳万歳みたいな。これでいいかな。あ、仕掛けがあった。いいか。写真撮りてっけな。前後でね、前後左右だ。ああ、そういうことか。前後だよな。前と後ろは気にせんでええってことだか。坂道発進。うわ、びっくりした。いや、下に折ってたの、目薬みたいなの折ってたの。見てたら、後部座転びそうになったよ。いやー、気持ちいいね。ついてんだね。休みとか関係ねえわ、お金。帰ります。そうそう。まあな、下台からだもんな。下台ってだもんね。
目の駅。ああ、ほんとだ。なんか、綿飴。7、5、6、4。橋渡らんで、あっち行くしたいね。